なぜ母校の職員になろうと思ったんですか。もともとは高等教育に携わりたかったっていうことで、やっぱりその中では母校が良かったっていうことですね。今は教務課にいます。学生さんと教員と、あと卒業生とかを対象に、サポートのサービスしてる状態です。最高。最高です。やっぱりそれぞれが自分のやるべきことを分かってると思いますし、正直忙しい状態ではあるんですけれども、助け合いもあるし、支え合ってるし、あと、後輩の方が、なんだろう、伸びようと思ってるっていうか、今の現状のまま終わらせちゃいけないんだなって思ってる感じがひしひしと伝わってくるので、頼もしく思ってます。